映画を撮る借りると思います。なんか好きってことはね、暗いだわ。何が勝ってやっぱ何もさっぱりやろうなく。でもほら、新聞も違うよね、なんかさ。ほら、私たちと新潟日報とかだけどさ、違うもんね。だからさ、あなた殺し橋行っても分かるってこと。そうそうそう、ちょっとまたここから違うからね。横持ち。そうそうそう。写真撮っててさ。そうだけど、年の高田は勉強家なんですよ。横文字だ。何もわからない。何もわからない。じゃあ皆さん、ここからリースを配ります。はい、一応、ちょっといろいろ僕が鶴をこの束ねて、この針金に留めただけなんですけど、いろんな形が大きさがあるんで、今日は、一応まあリースのこの半分だけつけていく形にしようと思うんで、まあでかくてもまあでかいやつの半分なんでそんな量はないんですけど、まあちっちゃいやつだとまあこれぐらいまでいく感じでもいいですし、サイズ感はご自分の好きなやつを選んでいただいて、鶴の形も結構こういういろんななんかこういうやつからいろいろ何でもいいし、一つちょうだい。あんまりくちゃくちゃしてるけど、そうですね、とりあえず取り入れる。はい、そしたらあんまりこれがその歯につける材料ですね。ちょっと持ってくる。あんまり出てくるだろ。大変だったねこれね。全然ただ丸めて折らないように。あ、そうですね。はいはい、それ違う違う違う、一人が一つずつの材料。一人が一つずつの材料。これが一人。あ、そうそう、中のね。はい、スクリーン。あとあのまだアスターもありますので、差し方教えて。そうですね。あ、足りなくなったらじゃあ切ります。赤いのが少ないね。したことある、うん、したことあるか。一応今日初めて知って、一応ここの中に入ってる材料はアジサイが、まあ、いろんな色のアジサイと、あとピンクのちっちゃい実のやつがペッパーベリーっていう身が入ってたり、まあ、入ってない方もいるかもしれないですけど、これが欲しい。赤いのが、赤いのが、あと、ちっちゃい、これは千日紅ですね。千日紅。これやっぱり色つけたのかしらね。いや、多分いろんな色のアジサイをその干してドライフラワーにするといろんな 色に出てくる。なんで、まあ、ドライフラワーいろいろ、こういう白いやつはこれ水無月ってやつなんですけど、これもまだあるんで、向こうに用意しようと思ったら用意できるんで、欲しければ言ってください。これがいい、うん、はい、なんかこういうのが欲しいっていうのあったら言ってもらえれば用意します。で、そう、このドライフラワー花をつけていくのにグルーガンっていうこういう電気で熱で樹脂を溶かして、その樹脂で接着するやつを使います。これ5つしかないんでちょっと 順番になっちゃうんですけど、前あの明日から1回教えて、はい、そう使い方をつけてもらえばいい。明日こうやって2つ使われるから、スターチいい、あ、僕は後で切ります。じゃあ、ね、そうだね、とちょっとケーブル、あ、僕もう一個刺した、もう一つ刺した、はい、電気がちょっと電気がちょっと跳ねてついてで、これとグルーガンのこれが樹脂なんですけど、これをここに差し込んでもらって、うん、グッと差し込んで、ここのスイッチを押すと、まあったかくなって、ちょっと待ってもらわないといけないんですけど、温まるまで、これでちょっと待っていただいて、まあ、これと、
スターチスっていうやつとか、ここ、あ、こっちだったの、うん、こうやって、このスイッチを入れる、うん、そうだ、ね、それ取って、ここに1本出てるから、うん、丸の方が全部入らないで、あ、これもうすでに入ってるんですよね、あ、これ使ってたんで、ってんですか、すいません、そうですか、なんでそれは全部減るようなとこができたまで、海苔を使うつもりで、ここまでしか入らないけど、まず、あ、で、大丈夫です。いいんですか？これで、はい、本当に、もうちょっと入るか。それがいいんだ。あ、ここで入るね。はい、ここの先端熱くなってくるんで、気をつけてください。そこを触らないように。やけどしちゃうんで。しかも、あったけはない。じゃあ、今、剥がしてみます。はい、で、温まってくると、ここを、うん、これが、そう、まあ、台というか、ちょっとストッパーみたいになってるので、これ外してもらうと、こう、押せるようになるんで、これを押して、押すと、液が、もうちょっと効くようになるんで、今、ストッパーになってるんで、こういうのが出てくるんで、これを鼻につけてあげて、固まる前に、こう、固まる前にくっつけてあげる。最近ちゃん気をつけてください、やけどだけ気をつけていただいて、これはどうしておろすんですか、このこれは、あ、でもこれはもうこれいいんですか、これそのままでいい、そのままで、じゃあ今後一つずつしたらまた隣の人に交代してください、はい、私は形で順番にしてもらおうと思って、何だよね、あ、そうか、まあ、この土台に貼り付けていくんですけど、まず注意としてあれですね、まあ熱を気をつけてもらうのと、あと、うん、大きいやつから順番に貼り付けていくので、まあ、こういうアジサイとかをベースに下貼っ付けてもらって、これの上にこう千日紅とか貼っ付けてもいいですし、中央につけるの、こっち側なの、こっち側なの、中央で一番、じゃあリースは下からつけていった方がいいですか、多分この針金がある位置ぐらいから始めてもらうのが一番いいかなと思います。あ、針金が下になるんですか。そうですね、針金を下にして、僕もこうしてるんです、針金が下で、針金が上だと思って、上だと思って、どうしてもいいですけど、まあ、下にしてで、まあ、ここには紐をつけて吊らせるようにしようと思ってるんで、ここにこれですね、この止めてあるやつで、リースは基本的に壁に吊るすので、この前から見る絵なので、あんまり横とか気にせずに、こう前から見てどう見えるかっていうのを意識してもらって、じゃあで、ここ手元の方をきれいにしとけばいいわけですか。そうですね、この手、ね、見える方をきれいにして、ね、だから裏側とかあんま気にせず、その樹脂とかが見えちゃうんですけど、気にせずにやって、この高さとかあんまり、僕これちょっと凸凹になっちゃってるんですけど、まあ、平らになるように、高さを揃えれるように、まあ、つけてから切ったりもできるんで、最初はこれがここかなみたいな感じで、パズルみたいな感じでどんどんつけておいてもらって、まあ、花につけてつけてもいいですし、こっちの土台のこっちにこれつけて、でこの上にこれをつけてもいいし、どっちでもいいですけど、そういう感じでやっていただければと思います。はい、だから一応説明としてはこういう感じなんですけど、自分のので、これきっと動画に載せます。